はい、今回はね、ビジネスクラスで行きますので、ちょっとファーストレーンでね、他の人と違うところから入ります。はい、それではラホールに向かいたいと。はい、それではラホールに向けてタイ航空で出発します。とりあえずはタイのバンコクに行きます。今回はビジネスクラスなので、こちらから行きます。失礼します。さあ、それでは乗り込みます。関西はね、日本は暑いです。こっちがファーストクラスはね、まだに乗ったことないんですわ。サワディカー。
い、今タイ国際空港です。この便でパキスタンラホールに行ってきます。フリー Wi-Fi を使いたいと言ったら、なんか手続き、パスポートを手続きしてもらいます。到着。はい、無事にパキスタン、ラホールに到着しました。時間は夜の10時45分です。日本との時差は4時間でございます。今荷物待ち、今回はねビジネスで来たので結構ね寝れたので、まあもっとねエコノミーだと疲れてたかもしれませんけど、それでもね結構、まあ、疲れてますけど、まあ今日はホテルに帰って寝ます。とりあえずは、SIM カードをねゲットしたいなと思ってます。今空港ついてね Wi-Fi 使いたいでたら、普通あの自由にね使える Wi-Fi もありますけど、インフォメーションに行って、パスポートを見せるとパスワードがね発行されるという仕組みで、まあ、親切にねなんかこうニコッとしてパスワード発行してくれました。楽しみます。すごい熱気です。すごい熱気で怖い。今SIMカード買ってます。怪しいけどまあいいでしょう。暑い。タクシーオフィスに連れて行かれてます。ウーバーでね見たら、1000だったので、1000以下だったら行きましょう。location pin township and malum road tab yaar okay ye jo main online hai malum road hai
今ラホール空港に、着きました。タクシーの運転手にね捕まりましたけど、まあ多分高いけどね、とりあえず、行ってみましょう。みんな白装束でね、ちょっと怖いです。ウーバーは近くに来ないって言ってましたけど、嘘です。まあいいでしょう。さあ冒険が始まります。暑いね、だいぶ暑い、本当暑い。これ夜でね、蒸し暑いです。Is it like this hot every day? Only have my AC. AC. なんかパスポートとビザとホテルの予約。ここはなんかエントリーだそうです。わけわからんけど、まあ楽しいぜ。これはちなみにパキスタンの車だそうです。話ではね、9割方日本車で聞いてたんですけどね。これはパキスタン、メイドインパキスタン。はい、無事にホテル着きました。ブティック、アンバランスブティックホテル。思ったより雰囲気がいいです。おー、グッドイブニング。思ったよりいいホテルじゃないですか。Good hotel. I like it. Thanks. Showing up. Your country is China? Japan. Japan. Good. Japanese accessory very good. What? Japanese. Good? Good. Which is better, Chinese or Japanese? Japanese amenities, telephone, yeah, electric bags, device. Electric. Good. Bar. Oh, many bar. Beverages and chocolates chargeable. Mm-hmm. Chargeable. Is there alcohol? No, no alcohol. Where can I soft get soft drink? Where can I get alcohol? No. Okay. Tea and coffee setup. Mm-hmm. Two water bottle complimentary. Okay. QR code scan for menu.
lunch, dinner, food. Okay, food. Wi-Fi name and password. Okay. This minibar chargeable. Mm-hmm. Three remotes. Mm-hmm. Two smart TV. One AC. Yeah. Dial zero for reception. Zero. Zero. Zero reception. Reception. Dial 100 for cafe. 900. 100. 100 cafe. Cafe. Okay. Breakfast timing 7 to 11 a.m. 7 to 11. Kitchen closing timing 1 a.m. 1 a.m. Night. Okay. 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 Anything else, sir? No. Thank you. Thank Have you a great so evening, much. Sir. Good night. Good night, sir. Bye. Bye.思ったよりいいホテルだったぜ。無事着きました。パキスタン入国。歯ブラシね、ちゃんとあるね。アフリカとか行くとね、歯ブラシとかないからね。ソウルキット、いや、ちゃんとなんかいろいろあるな。これシャワーキャップ、ヒゲ剃り、うん、十分です。ミラーも大きくていいね。これはね、コンプリメンタリーで、ここはタダだそうです。こっちはお金がかかります。ね、これでいくと、これ大体倍だね。エスプレッソ、クラブソーダ、オレオ、オレオがね、40円ぐらいかな。40円ぐらいだそうです。安いんだよね、結構ね、ホテルだけど。あー、無事に着いた。無事に着いた。これ結構おしゃれだね。あれ、窓はどうなってるんだい。どうなってるんだい。まあ今日はね、ちょっとここに座って、よし、無事着いたぜ。こっちはね、結構ね、あのビザを見せないといけないシチュエーションが、結構あります。そう、毎回ね、ビザを見せろと言われますので、これがなければ、まあ入国もおろかね、いろんな何もできないという現状がありますな。ビザをお見せしましょう。消えるんかい。おい、どういうこと。はい、無事にパキスタンラホールのホテルに着きました。もうね、毎回ホテルに着くとね、ホッとします。で、こっちはね、まあパスポートはね、もちろんですけど、もうね、いろんなとこでビザが、要求されます。これがね、要求されます。もうホテルでも、もう何回見せてって言われたかな、両替のとこでも言われたかな。なので、これビザがないとね、話にならないですね。で、まあとりあえずね、空港に着いて、時差は、4時間かな。で、今こっちの時間で12時22分です。だから日本はもう4時ぐらいかな、朝の4時ぐらいだと思います。とりあえずね、着いて、タクシー、もちろんね、もうよくあるあるで、タクシーの勧誘がね、バンバン来まして、とりあえず SIM カードをね、買いたいと、そいつらに言った。まあもう常套手段ですね、外国人がいたら寄ってきて。で、それで SIM カードを、2000ルピー払いましたけど、もうこれね、もういいです。おそらくね、わかんないよ、200ルピーとかで買えるぐらいのレベルのものだと思いますけど、まあ多分ね。はい。で、あとはそのままね、タクシーのところに連れて行かれて、ウーバーで見たらね、1000ルピーって書いてありましたけど、お約束で、ね、連れて行かれたら3000と言われまして、高いって言って、ウーバーで探すって言ったら、で、探してたら寄ってきて、で、今、いや、ウーバーで探すって言ったら、いや、ウーバーはこの中には入ってこない。まあ本当か嘘かわからないけど、はい。で、結果的に、まあ、2000でね、こっちまで来て、もらいました。でも途中でね、ガソリンスタンド寄って1000くれって言ったりですね。まあもうあるあるです、慣れてますけどね。はい。で、お金はね、まあ1万円両替して、
1、2、これが1000ルピーです。もうねちょっと価値がねよくわからないけど、おそらくね、1円が1ルピーが 0.5 円と、言っていたので、半分にすると日本の、お金になるんじゃないか。1000ルピーって言われたら500円というふうに考えておくといいんじゃないかなと、思います。今日はゆっくり寝まーす。What's name is this dish? What's name? Kima and fried. Kima? Kimpe? Kima? Beef. Oh. Kima and fried. Kima and fried. Okay, thank you. Welcome. Thank you. Kima and fried. これはなんですね。うん。うん。結構ね、アートがね、飾ってある。おしゃれ。おしゃれなホテルです。おそらくね、ここに城壁があって、ここは旧市街地だね。今どこにいるんだ。はい、これが泊まってるホテルです。天気がやばい。これは暑いぞ。こんな感じでね、なんかね、基本的におしゃれなホテルじゃないでしょうか。アートがね、飾ってあって、はい、それでは行ってきましょう。さあ、初のパキスタン散歩が始まります。時刻はね、11時です。これね、とりあえず散歩しようと思って出てきたけど、暑さがね、半端じゃなさすぎて、これちょっとね、歩くの断念した方が良さそうです。やばい。で、こっちはね、イスラムの国なので、ちょっとね、露出はあまりよろしくないとされてるので、こんな暑いけど一応ですね、長いズボンも履いてきました。これはね、どうだろうな、35度ぐらいありそうな感じがしますよ。でも結構ね、皆さん長袖長ズボンで、やっぱイスラムの国なのでね、そういうところなんかこう宗教的な問題でしっかり長いの着てますね。はい、今、ウーバーでね、2分後に来るそうです。あまりにね、暑すぎて中央分離帯で待ってます。やばい、暑すぎる。無事にタクシーに乗れました。はい、今、タクシーでね、10分ぐらい来たかな。ここに Welcome to Lahore Museum ありますので、ここから入っていきたいと思います。はい、とりあえず今入ってきました。1000ルピーなので500円ぐらいですね。外国人は極端に高いです。今入ってきました。パキスタン来たらね、初めての観光をまずは博物館で勉強します。
とにかく暑い。これはね、ちょっと暑さがマジでやばい。あの34度ってなってたけど、これ湿度がね、もうやばすぎる。これはクーラーが入ってないのがすごいわ。ファスティングブッダ、ファスティングブッダ、はい、今、ラホールミュージアム見終わりました、感想はですね言っていい、暑い、もうほんと暑いの一言でした。いろいろね、あの、まあ、歴史を見ることができましたけど、ちょっと一言言わせてもらうと暑いでした。またここから、次のラホールフォートに向かいます。またウーバーを捕まえます。面白いよこれね。今ね、ラホールフォートまで行こうと思って呼んだらね、おそらく同じ人だね。同じ人が来そう。初めてこんなの。ウーバーで呼んだら2回連続同じ人が来ました。あー、それにしても暑い。Okay. Hello again. Hello again. It's second time to see you in same day. Huh? You Chinese? Japanese. He's a Japanese. Okay. Nice to meet you.今ね、客引きに止められて座ってしまいましたけど、チャイをね、いただくことにしました。暑いけど、25ルピーなので12、3円じゃないでしょうか。うまい、チャイ。ここはまあなんか市民の憩いの場といったところで、¡Gracias!
あ、暑すぎるぜ。もうね、やばい。もうね、髪とかやばいっす。めちゃくちゃ暑い。本当に熱中症のね、これギリのギリだね。モスクが見えてます。この一帯ね、ラホール、城と、庭園とか含めてね、世界遺産になってるみたいです。今ね、ちょうどアザーンと呼ばれるあの、まあ、礼拝のね、あの音楽が流れてました。暑いぜ。すごいね、これ城壁が赤レンガでね、積まれてますよ。これ水がPaskistan people use WhatsApp. Yes. You know, do you know Line? No. Line? No. WhatsApp. Okay. I contact you. Keep in touch. Pick and video. Pick and video. Okay. Also this. Yes. Bye. Bye. Thank you. 囲まれてます。マモン、マモン、マモン、あー、オッケー。Hi, I'm Jad. Please speak in Pakistan. I am Pakistani. Hello. I am in Pakistan. Why you say hello in Pakistan? Hello. Hello. Hi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, okay. Assalamu alaikum. How about thank you? How about thank you?Only assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What do you mean? Upper salam to you. It is an Arabic word, assalamu alaikum. Peace be upon you. Peace? Be upon you. Upon you? It is a type of a word which we use to pray. Communicate, start, for, start our conversation with someone. So we it is a type of pray.For our friend. You are Muslim? No. I am Muslim. I'm Buddhist. 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 I have also a YouTube channel. People friend are. People are friends are. Yeah, friend. No. Yeah, friend are. People friend are. Kindness. Where? Any problem?I guess it's good, but I'm tired. Make sweat. Make many sweat. Tired. Yeah. So hot. Japan? Hot, not? Yeah, more hotter than Japan. We did not feel it, but foreign. Every day like this? Hot? Yeah. Every day like this hot? It is always like this hot? This is summer. In summer, it is too hot.Because Pakistan is a basically hot country. Oh. Thank you. Nice to meet you. One. Yes. Oh, ये क्या है? ये दस. Oh, good photo. Oh, wonderful. Oh, たくさん友達ができました。チチュパ。ああ写真をねたくさん撮ってきます。また何か行ってきた。はい、What? Please. Yes. One photo. Okay. Send you internet. Okay. Yeah. Okay, 3, 2, 1. なんかな、消されたぞ、消された。何枚か撮ったもんね、でもうわ、こうやってね、水を汲んでます。水をかけてくれてます。じゃないとね、もう歩けない。あー、ここは良かったね。ここは良かったね。Very busy.Hello. How are you? What's your name? My name is Walid. Walid.
something to Japanese my friend in Pakistan. Okay. Oh, please come to Pakistan to visit. Pakistan is a peaceful country. Peaceful. Peaceful and wonderful country to fly. Pakistani people are too good. Helpful. Yes, I have. パキスタン、まあ、実質初日、時間はねまだ4時ぐらいですけどね、もうね暑すぎて熱中症寸前でもう逃げ込んできました。ちなみにね、この、パキスタンはイスラムの国なので、あのお酒は一般的には、飲めません。まあ今回ね、2本持ってきたのは、あのラウンジでね、ちょっと2本いただいておりましたので、それを頂戴しております。パキスタンね、本当初めての国なんですけど、人口が2億3000万人ぐらいいて、まあ日本よりね、1億人ほど多い国で、僕はね、最近見てる平均寿命は日本よりも20歳ぐらい、若い66歳ぐらいみたいですね。で、平均年齢は、日本がね46とかですけど、23、4とかそれぐらいのやっぱりね、若い国です。で、まあもうとにかく今日はもう暑すぎる、もう本当に暑い。まあ気温はね36度だったけど、なんか湿度とかを考えたらもう多分ね体感僕40度ぐらいあると思うぐらい、もうやばいっす、外に入れない。はい、で、まあ今日はね、どこに行ってきたかというと博物館に行ってきました。で、博物館はねまあまあ言うほどそこまで面白くなかったです、言っちゃった。で、あと、モスクと、ラフォールフォートに行ってきましたけど、まあ、あのラフォールフォートの方が違う、モスクの方がですね、ミナレットがあったり、あの、まあ、このよくあるねイスラムのスタイルのアラビックな感じのね、でめちゃくちゃ話には聞いてたけど、やっぱこのねチャイニーズか日本人かのこの肌の色の違いとかで、一人が寄ってくるともう一気にブワーッと寄ってきて、あの人気者になった気分になれました。もう結構ね、みんなセルフィーで撮ろうぜとか、名前なんていうのとか、いつまでいるのとかって言って、バーってなんか囲まれるっていう YouTube でね、他の人の見てましたけど、もうまさしくあの通りです。で、YouTuber だったらリンク送ってくれとかってね、で、写真撮って、もう動画と写真すぐ送ってくれっていう感じでね、まあすごいフレンドリーで、で、まあイスラムの教えで、旅人には優しくしろという教えがあるみたいなので、まあそういった観点からもね、あのすごくヘルプフルというか、助けてくれようとしてる感じが、します。あとね、来てイメージとね違ったところはどんなところかというと、まあ正直そこまで変わらないかな。うん、そこまで実際変わらない感じです。思った以上に暑かった。うん、以外は特にまあいろんなネパールとか、まあインドとかですね、周辺国行ってますんでね、そこまで違和感がなく、あの来れました。で、結構ね、あの、まあ、テロがね、あのちょっとここじゃないところで起こったり、選挙前3ヶ月前の選挙があるということで、結構ねイスラム系のなんかいろいろテロがあったりすると日本に流れましたけど、こっちでね聞いてもね、いやあれはねフェイクニュースだから心配しなくていいってほとんどの人がね、あの言います。で、やっぱり愛国心があるのか、あの日本に帰ってみんなにあのセーフだと、あの安全だ、そしてまあビューティフルカントリーだというふうにみんなにあの伝えてくれて結構ね言ってきますね。これはなかなか日本人が外国人にそうやって言うかなと思ったら、まあそこら辺は愛国心とか、まあそういった部分はねちょっと違う、ない、なんか日本の方がないのかなというふうに感じることは、あります。あとはね、そう、ラフォールは
なんと世界で一番大気汚染されている国というふうに書いてありました。WHO がね、なんかこう基準で PM2.5 とかあるじゃないですか。それの、まあ、なんかこの一つの値がなんかあるんですけど、基準値がそれの20倍超えていて、世界で一番大気汚染されているというところに不名誉な、まあこのなんかね、ランキングがされていると。まあ歩いてる分にはね、あんまり感じませんけど、死因の原因は大気汚染というふうに、書いてありました。はい、まあ一応そんなところですね。まあ正直ラフォールはね、そこまで観光地はね、正直あんまりないと思います。で、まあ明日は、一番のね、今回のハイライト、ワーガの国境にね、フラッグセレモニーを見に行くことを予約しましたんで、まあ結構ね、いいやつで、まあ、全部ホテルドアトゥードアで迎えに来てくれて、いい席でっていうのをね、今日予約しましたので、もう安心ですね、それは。で、あとはそうパキスタンのラフォールはホモ、ゲイがの街らしいです。めちゃくちゃ多いらしいですよ。だからなんかね、今日なんかそれっぽいとか、なんかね、ホオンって言ってたから、多分ホモのことを言うのがホオンとかってなんかね言ってたんだよね。今思うと、やべ、誘いだったのかなみたいなのがね、まあそういうことがありましたと。で、まあ今日ね、実質2日目ですけど、まああと3、4、5、5日目の夜中にあるので、まあ時間はね、ゆっくりあるので、まあ今回はゆっくりしながら美味しいものを食べて、国境のね、メインテーマである我がのフラッグセレモニーを見てですね、地元の人と触れ合って、まあパキスタンをね、感じれたら、ゆっくり感じれたら、いいのかなと、思います。大変なことが起こりました。今、ホテル、来なきゃよかったかな。ホテルで。You have already booked the room, na? Yes. Are you ready, my room? Yes, the room is ready. Ready? Yeah. Okay. To rest the room. Okay. 今ね、3日目からね、ホテル、泊まるホテルを変えようと思って、Uber をね、呼んで、次のホテルにね、一応着いたんですよ。で、そこからね、バザールに行こうと思ってタクシーに乗ったら、セキュリティの人がね、何人か来て、なんかね、許可がいるとかって言い出して、まあいまいちね、ちょっと理解できないけど、パーミッションね、許可がいる、バザールに行くためにはって言われて、まあね、テロの影響でって言ってたような気がするんだけど、とにかくホテルにいろと言われたんだよね。ちょっと足止めを、やってるルイフです。状況がつかめてませんけど、困ってます。ちょっとね、怖いのはね、ボーダーに、ワーガボーダーに行くのさえも、制限されたらね、もうどうしようかなと参っております。どうなることでしょうか。参りましたぞと。305チェックインしましょう。参ったね、参っちゃいましたよ。マイッチングマチコ先生ですよ、これは。いやー、参りました。えらいことが起こってもうた。今ね、他の中国人にも、確認したら出れないと言ってました。あのまま行っとけよかったな。まあ逆に安全考えたらよかったってことか。ちょっとなんか参ってきたな、これ。まあこれもトラブル
旅の、語源は、トラブル、トラブルの、あ、違う違う、トラベルの語源はトラベルというところで、いや違うな トラベルね、トラベルの語源はトラブルということでこれも楽しみに変えましょう。マジか。じゃあせっかくなんでね、ホテルの部屋を紹介しましょう。 Yes。 まあまあね、いいですね。昨日のホテルよりも窓がね大きいんでね、まあここら辺は昨日と同じですね。ミニバーは相変わらずお酒はありません。よしよし、バスルーム、うん、まあまあ4つ星かな、1つ星みたいなのである程度いいですね。おお、昨日よりねグレードはちょっと上がったんじゃないでしょうか。ゴージャス。ちょっとね出羽をくじかれてショックなので、時間は11時でね、ちょうどねバザールとか行って買い物したいなと思ってますけど、もうしょうがないんでビール、残りのビールラスト1本を飲むとします。もう今日はいいです。これも旅だね。また来ればいいか。うん、まあ安全の方が大事だからね。今レセプションに、来てます。ガイドとレセプションの人話してもらってます。いいね、この鉄の格子、ね、タイル、これなんといってもアラビアック、アラビック。そしてここにはスイミングプールがあります。いいね。おー、いいじゃないですか。いいね。そしておー、これはね、なんかゲームするところね。スヌーカータイミング、おー、タオルで、ビリヤード、おー、いいね。まあ、今ねあのホテルの人と、今日のねガイドの人に代わってもらって話してもらったけど、やっぱりとりあえずね部屋に待機しておかないといけないみたいなので待機します。ね、この在パキスタン日本大使館にね電話をしてみたいと思います。どうにかしたいんでね。こちらは在パキスタン日本国大使館です。 You have reached the embassy of Japan in Pakistan。日本語をご希望の方は1を、内線番号をご存知。1をしたのは繋がらないやないか。バライメルバニドバラクオシシキティ、シュクリア。You have dialed an invalid number. Please try. こちらは在パキスタン日本国大使館です。You have reached the embassy of Japan in Pakistan. 日本語をご希望の方は1を、内線番号をご存知の方は番号をダイヤルしてください。Please press 2 for English. If you know the extension number, dial it now. Urdu mein hidayat ke liye 3 dubaiye.音声ガイダンスに従ってご希望の番号を押してください。政務班は1、経済班は2、広報文化班は3、領事警備班は4、官房班は5、技研班は6、オペレーターは0を押してください。
外に出れないのでいじけてホテルのレストランに来ました。これはマトンです。マトン、羊、そしてサラダ、そしてこれはガーリック。まずはサラダ。サラダはね、水がかかってるんでね、実際ちょっと心配なんですけどね。うん、ドレッシングをかけましょう。本当に、4時からのね、我がボーダーのやつがいけるか心配ですけど、they are investing in Pakistan, different projects. So they have a threat. They have a threat. Threat. I mean, they have a fear to kill the Chinese by militants. So that's why the government is protecting the Chinese people. So your face looks like a Chinese. So they can't understand this thing that Japan and China is different. Yeah. Can you understand my point? So I talked with officers and many other plate people as well that, please sir, this is the Japan, and the advisory has been issued for the Chinese, not Japanese. So this is the main problem. But again, like they said to allow me to go walk the border, and I said, okay, that's fine. Okay. So this is the main thing. Thank you. It's very difficult. Difficult, thank you. But we'll sort out this matter. So there's no problem. It's been 2:38. You go to the room and you come out by 4:10. 4:10. 4:10. Okay. I will be there. Mm-hmm. Your driver will be outside as well. We will go together. Okay. Because I have also the foreigners guest with me for the walk about here. Oh, really? Same tour. Or same time? Same time, yeah. Oh, okay. So I have my own car, you have own driver. Mm-hmm. Right? Okay. So I have to go to ATM first. Okay, don't worry. Mm-hmm. On the way back, we will go. Okay. If you go outside right now, so they will not allow to you. Mm-hmm. They will not allow to you go alone. Oh. Which ATM you want to order use? I don't know where. Did you withdraw the cash for any bank already? Which bank name? I don't know. No, already. Not you have local yeah. local card? No. International? Yeah. Visa? I have a visa. Okay, we have to check it out, sir. Not right now, but after when we go out, then. 疲れた。もうガイドがね、何回も汗かいて走り回ってポリスとね交渉してくれて、なんかね、なんか中国人が結構こっちに投資してるから、なんか中国人を守りたいという理由で。そうで、それで日本人って言ってやるけど、なんかね、いまいちチャイニーズと日本人がね、こういまいち見分けがつけて なかったみたいで、とりあえず拘束されていたということです。 Oh my god、 でもよかったです。ああ、よかった。
Finally! Finally! You are independent! I'm not prisoner now! I can't believe! いよいよ来たぜ、いよいよ。なんだここは。入国、イミグレーションか。うわー、興奮してきた。え、ガツガツ、OK。ここはね、パキスタンとね、インドは、世界の火薬庫って言われるぐらいね、まあ、あの緊迫した、国と国のね、関係があって、もともとね、イギリス領のインド帝国だったものが、70年前に2つにインドとパキスタンに、分断されて、そこからね、世界の火薬庫と、言われてます。で、その国境のボーダー、我がボーダーに来ました。やばいっす、夢がもう一個叶います。Oh, are you okay? Okay. Do you speak English? Yeah, a little bit. A little bit. Nice to meet you. Nice to meet you. You are walking as well. Yeah, well, yeah. So are we. Hello. Hello. How are you? Where are you from? I'm from England. Oh, England. Yes, I'm from England. Okay. May I have your name, please? My name is Connor. Connor. What's your name? My name is Rufu. Rufu. So, we're going to be with Rufu today, and we're going to also enjoy the trip. And Rufu is joining also with Adil, and obviously we're going on this tour together, yeah. So we're going to have fun. And you can hear the music. Yes. Pumping. Enjoy it. You're going to enjoy it with us. All right. So we'll go inside. The foodie with us from Japan. Yes, from Japan. He's now independent now. Now independent. Yeah, so like I said before, we've got all the friends with us, so it's three of us. イングランド、ブリティッシュ、イギリスの YouTuber2 人と一緒に行きます。うわでっけーでっけやべえぞ、これは本当にやべえぞ。これにあげるのかな。何の線だ。銃持ってる。さあ、Because they have some taken through about six different checkpoints. Then let's go to the high security. Stop for a while, then we can. Yabai.
国境に行きます。Truly, please come follow me here, Nuhan. 世界の火薬庫と言われた、二国間のボーダーラインに立ちます。I'm excited. See you later. Yeah, nice to meet you. Hi. That's India. インドだ、インド。
やばいよ、世界の火薬庫のボーダーにいます。やべえ、やべえ、わあ。やばいな、夢かなってもうたわ。また僕は今パキスタン、インドの国境にいます。嘘みたいやね。She's driving. Nice to meet you. ドライバー。わあ。Chali.うわあ、ノーマンズラン。パキスタン。パキスタン、ジンダバー。ジンダバー。Zindabad! You can stand with them. You can stand with him. Next to them. You can stand. Yeah. Pakistan Zindabad! Pakistan Zindabad! We got it! Yay! Very good. Very good. Of the Pakistani map and the no man's land from the top of this area. Okay. So,just top of this area, see the view, and I will be see you over there. Oh, okay. You wait for me, okay? Oh, okay, okay. I will come down. Yeah, okay. I'm going up. You want to stay up and you stay down? Yeah, you just look here and sit down here. I'm coming for you.上に行ってみましょう。もうね、興奮冷めやらないって感じ。 T シャツはびしょ濡れ。おお、パキスタンだ。これはパキスタンの地図になってるようです。アラビアンシー、アラビアンオーシャン、アラビアンオーシャン。おそらくね、あそこにいます。あの点々がある。タワーのとこに、あの近くに僕はいます。この辺にいます。で、こっちがインドです。インド、インド。この茶色いところがインドです。はあ、おー、満足だね。満足。やばい、やばい。はい、行ってきました。ここです。はい。あ、もう疲れた。もうほんと疲れた。疲れた。わお、わお、ナイス。Wow! Thank you so much! Yeah! Surprise! Surprise! That's actually pretty good. Wow! You can frame it in the back. No. Would we be able to frame it with that? Very quickly with the gods. Yeah, quick. So you can keep it into your pocket. Yes, please. Yes, sorry. Why do you look so serious? Very serious. Wow! 大満足! Thank you!おー、プレゼントいただきました。それでは帰りましょう。同じ人がいる。同じ人がいる。 I think not only you, but he's also one. I think only me. So which cold drink you want to meet? Coke Sprite. Coke Sprite? Yeah. Sprite. Sprite. Coke Sprite. Coke Sprite. Coke Sprite. Oh my god. 同じ人がいる。はい、ルイフーです。
パキスタン3日目、実質、観光というかね、遊ぶ日で言ったら初日が、夜中に着いたので実質観光で言うと2日目です。またまたトラブル発生もうね、今ね、8時ぐらいですけど夜のね、今日のスケジュールどんな日だったかを発表します。朝ですね、朝食、まあなんかね、珍しくね、夜中の初2日目夕方の5時に帰ってきて、そのまま爆睡して朝の5時まで寝ました。まあこれもね、結構レアなシチュエーションでね、まあ多分日本に来る前からちょっと疲れてたのかな。で、朝5時に起きて7時に、朝食行ってね、初日と同じまあ、ナンのね、ビーフの、がめちゃくちゃうまかったので同じ朝食を2日目も取りまして、そして、お昼までちょっとゆっくりしてですね、それからバザール、アナルカリバザールに向かう予定でした。はい。で、初めての、今日2回ね、ホテルを別変えましたので、今日のホテルに、大きい荷物を置いてですね、そこから、ウーバーでまた、アナルカリバザールに向かうとこでした。で、そこまで良かったんです。で、1回目のホテルから2回目のホテルに到着して荷物を置きました。タクシー運転手待たせてました。で、それから乗り込みます。じゃあバザールに行きましょうって言った時に、なんと、セキュリティから止められてですね、パスポート見せろと言われて、それから戻れと言われてですね、もう なんだかんだって、なんかとにかく、部屋にいないといけないと言われてですね、まあ、プロトコルだと、まあ、これはなんかこう決まってることだみたいなことを言われて、で困ったので、ガイドにね、今日ワーガボーダーに連れて行ってもらう、ガイドに電話したら、ガイドがレセプションの人と代わってくれて、で、まあ、それでも待っとけと言われてですね、今日のもともとね、夕方の4時にピックアップでワーガボーダーに行くツアーに申し込んでましたので、まあ、それより、ね、早く来てくれて、ホテルの、ね、人と交渉しまくってくれて、もう 汗をね、めちゃくちゃかきながら走り回ってポリスのとこ行って戻ってきてっていう。で、結果的に行けました。もう本当にね、困りましたよ。もう拘束状態ですよ、これ。完全にホテルの中で拘束状態です。で、まあ、聞くところによると、結構ね、中国が、パキスタンに、インベスト、投資をね、結構してるらしいんですよ。まあ、その関係で中国人をね、多分パキスタンを守らないといけない。今日もね、道を走ってるとパキスタンと中国の国旗が立ててあって、このまあなんていうかね、こうアンダーパスっていうのかな、下の道をね、こう拭り、トンネルみたいなところに中国とパキスタンのね、国旗が飾ってあったら、多分、ね、すごいサポートを受けてる。だから中国人をね、守らないといけないっていうので、おそらく外出をするときに、今は外出禁止、ちょっとね、まあ、テロがあった関係か、中国人をね、守らないといけないというところ で、私は中国人とね、ちょっと間違えられてたということみたいです。で、わけわからなくなって、とりあえずもういさせるっていう中で、ああ、これもう見に行けないやーとかね、ああ、どうなるんだろうっていう、まあ、恐怖の中で、本当にね、ガイドがめちゃくちゃ駆け回ってくれて、行けることになりました。拘束されました、初。そうで、行ってきましたよ。もうね、これを買いましたよ。これはね、200か200なので、まあ100円ぐらいですね。あ、まさかね、パキスタンに来るようになるとは思いもせませんでしたよ。でね、もう行って熱気がもうすごくて、もともと暑いのもあって、もうね、汗だらだら、興奮しまくり、みんなね、インドではもうずっと踊ってるわ、こっちでもね、もうまくってまくってね、隊長みたいな人がね、もう声を上げろみたいな、インドに向かって声を上げろみたいなのが、もうずっと合戦があってね。で、ダン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 っていうドラムのビートとともに、このね、選手たちがね、歩いてボーダーでね、踊って威嚇して、最後本当に笑顔でね、拍手してるのを見て、もうなんか本当感動しました。まあ本当にね、何度も言ってますけど、まあ、世界の火薬庫と言われるぐらいね、もともとインドはね、
イギリスが、まあ、占領していたというか、イギリス領だったわけですよ。で、インド帝国。で、その中で70年前にインドとパキスタンが、まあ、こう、分かれることになってですね、そこから国境が区切られて、まあ、本当に仲が悪かったらしいです。はい。まあ、今もね、そんな仲良くないけど、あの国境のとこ見る限りは、まあ、すごい友好関係が、あそこはね、ありそうです。まあ、国ごとの大きい単位で見ると分からないですけど、本当にね、お互いこうやって、本当に本気でニコッとしてね、シェイクハンドしてたので、まあ、すごく感動しました。まあ本当にね、もう汗だらだらで興奮冷めやらない中でね、もう疲れてますけど、はい。まあ帰ってきたらね、でこのね、はい、これがね、なんか即興でね、すぐ渡してくれるサプライズ、これすごいいい写真でした。そしてなんと部屋に帰ったらね、なんかわからない、これは元々のサービスなのか、まあ迷惑かけたっていうサービスなのかわからないけど、もうね、夕食がないけど、この桃、これマンゴーかな、バナナを夕食にして、今日はゆっくり寝まーす。ではもう、そういうらしい、ソルティーらしい。やべ、思ったより全然しょっぱい、甘さがない、本当にソルティー。ハローは、このデザート、手で食べる習性がありますので、手で、うん、前のお皿のやつも、あー、まあ、Thank you. May have your name please again. Hertika. Hertika.Good. Can you call my name again? Mr. Hertuka. Hertuka. Thank you for calling me. Thank you. Thank you. 今日はね、4日目の朝か実質、ここのね、ルクサスグランドホテルにいます。まあ、昨日はね、もうめちゃくちゃ満足しましたよ。今はめちゃくちゃ美味しいこちらの朝食をね、食べてコーヒーを飲んで、なんかね、いい音楽流れてますけど、こんな感じのロビーとなっております。ここはね、一応5つ星ホテルです。でも実際1万2000円で朝食付き、1万、もっと安かったかな。物価はね、こちらはね、日本は大体今平均収入多分ね400万ぐらいなんですよね。でこちらは年間6万ぐらいということです。だいぶ違いますね。そして物価もね、おそらく3分の1から4分の1ぐらいの、物価だと、思います。うん、まあ結構ね、このホテルだとこうやってね、スーツ着てる人たちが、いてね、まあ、上流階級の人たちだと思われます。結構ね、お金持ちっぽい人もいますけど、やっぱ街に行くとね、やっぱりあんまり収入が高くないだろうなと予想できます。ここのホテルね、変えてよかったです。それでは4日目楽しみます。吹き抜けに出ます。めっちゃいいホテルやね、ここ。
あちらにあるジムがありまして、ここには椅子がありますので、ここにちょっと座らせていただきましょうかね。はあ、いい気持ち。ここからね、ちょっとインスタライブでもしたいと思います。やったー、今日は何も言われずに外出できたぜ。 I am free now。 うわー、あっつあっつ。とりあえず、ちょっとね、歩いて40分オールドシティまで多分難しいと思うけど、トライだけはしてみましょう。銀行、ここもね、大きいホテルです。4ポイントホテル。昨日はね、拘束されてましたけど何だったんでしょうかね。今日は笑顔で見送ってくれました。4ポイントホテル by シェラトン。マップで見たらね、38分。まあ今日はね、初日の36度よりも、だいぶ気温が、3度ね低いので、ちょっと体感ね、ちょっと違う感じがします。それでは汗だらだらになると思いますけど、なんだ、パキスタン散歩スタートです。怖いね。カオスだね、カオス。いやー、解放されましたね。これなんですよね、僕が好きな旅は。街をね、やっぱ歩く、地元のね、車の景色よりもね、やっぱこういう、なんかこう人々のね、ライフスタイルが垣間見えるような、歩くのがやっぱいいよね。これですわ、旅は。まあやっぱね、結構ね、ジロジロ顔見られますよ。まあ洋服も違うしねこんなサングラスはめてる人もいないしね。まあそうなるわな。ここはね、明らかになんか車の部品関係の、街だね。で、至る所で、車をね、修理してます。至る所で車を修理してます。でね、トヨタすごいね。トヨタは世界どこ行っても、バイクのスズキ、電気関係なんか危なそうなやつがね、こんな使ってで、こっち来るとね、電信柱から、この電線がね、平気で近くをね、通ってます。この近辺はね、布がね、結構売ってます。いや、建物がね、古いです。
一言、カオスだね、カオス。いやーでも楽しい。選挙があるね。イースタンフラッグ。で、ところどころね、モスクがあります。まあ、日本でいうとね、教会があるようなもんじゃないですか。インド門に着きました。インドゲート、インディアゲートです。ここから中に入っていきたいと思います。ここからがね、オールドタウンといって旧市街地です。わぁ今通りがかりの子がね、ユーハンセンって言ってくれました。わあ綺麗だね。わあこれは綺麗、立派だ。わあ綺麗。ワジールハーンのモスク行ってみましょう。イエイ。わあすごいね、この柄が。これはイスラミックっていうのかな、ハラビックっていうのかわからないけど。今回収中。相変わらず暑い。あちゃ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 あ。鬼のように暑いな。鬼のように足が暑い。あそこに時間が書いてあります。はい、特にねこっちはなんかこう撮ってたらねガミガミ言われるとか、思ったよりなんかこう撮ってねあまり怒られたりすることはね今のところないです。まあね、女性に関してはね
まあ、一般的には写真を撮ってはいけないというふうに、ね、ガイドブックとかでも書いてあるので、はい、その点は、ね、気をつけた方がいいかなと思います。それにしてもクーラーないんかい。もうね、日本みたいに何かあったらね、コンビニで涼むとかカフェでね、クーラーで沈むっていうのもないですわ。これがナチュラルワイルドスタイル。これだけいてね、女性の人がね、ほとんどいません。女性のね、割合が明らかに少ないです。これはね、宗教の考え方によるものだそうです。女性はね、あまり表に出ないと。で、見る限りね、本当にこう女性の洋服ばっかりで男性の洋服がない。よくね、これだけ、まあ、2億ね、3000万ぐらいいるらしいですけど、これだけの洋服屋があってそれでもね、売れてるのがね、これはもう明らかに日本とね、正反対です。ちょっとお口に入ります。これね、明らかに女性の洋服は男性が買う風習があるんじゃないでしょうか。じゃないとおかしいよ。暑いな。ちょっとね、上に潜入してみましょう。上に何があるんでしょうか。ショッピングモールか、ここは。おー、2階があるのか。チャイニーズ。あー、ノーチャイニーズ。えい。Hot, so hot. Hot. ここはね、ガバメントファティマジナーカレッジ for women。 こっちはね、学校が男性と女性がね、結構分けられてます。いろんな公園のね、入場口も男性と女性、学校もね、男性と女性が分かれて、結構ね、区分けが結構されてる。今ね、靴屋さんにだいたい一足いくらかって聞いたので、ショップじゃないって言われました。もう卸だね、卸。まあ確かにそうかもしれない。これは全部ね、卸で、氷じゃないと買えないみたい。大変だ、大変だ、大変だ。What's this? What's this? What's this? Sweetie? Fruit? Salty. Huh? Little salty. Little salty.
Oh, later. Where's the fruit? This city. That's why they. もうね、靴が始まるとね、靴地獄に陥る。もう紳士婦人服と思ったら紳士服地獄に陥るんだよね。もう早く次のコーナー行きたい。あと、とにかく水が欲しいのと、コンビニはないのかい。日本はやっぱ便利だわ、本当に。 I'm not Japanese. I'm not Japanese and I'm not Chinese. Hi, good. Yay. Hi.水くれ。ホテル帰りたい。あれ、はい。From Japan. Japan. Very nice country. Ah, thank you. I'm so surprised. Visit? Visit Pakistan. Yes, visit. Just 5 days. 5 days. Where can I get some water? Water. Then shade. Then first ride. First ride. Shade. Okay. Then shade. Show. Okay. Thank you. Bye. Bye. すごいね、これ高校だって。高校、ハイスクール、ハイスクール、あれは高校だそうです。ラホール、オッケー。あ、コーラになった。Finally, I got water. Ah, 水がこんなに嬉しい。水がこんなに嬉しい。ちょっとどっかで座って飲みましょう。
つありがてえ。3つありがてえ、50円。これで50円だね。多分地元の人だと思って安いのに。50円です。これね、今、涼みに来たけど、あー、暑い暑い。もう暑い。もうとにかく暑いとこ行っても、助けてくれ。日本に感謝だな、これは。あー。Yeah.
とご飯とセブンアップにありつけそうです。うわー、がる幸せ、ローカル食堂ですね、これは。周りにはローカルな人がいます。なんかね、あそこ政府関係者の人がね、たくさん来てるみたいな、いいお店に来たみたいです。セブンアップいただきます。バングラディッシュの覚えてますか。いただきましょう。ハートマークのナーン、みんな見てる。みんな見てる。うん、パーフェクト。パーフェクト。あ、これ本当焼きたてでうまい。めちゃくちゃうまい。こんなパリパリしてる。なおも初めて。素晴らしく焼きたて。フレン。This is a start. Start. Oh, thank you. Very delicious. I like it. Thank you, man.次はね、アナルカリバザールに来ました。名前がね、いい感じです。アナルカリバザール、ゲイのね、国、ゲイの場所、多い場所って言われる、まあ、ぴったりな名前じゃないでしょうか。アナルカリバザールに来てます。ここはね、まあ、おそらく、まあ、手に入らないものはないというぐらいの感じの、まあ、買い物する場所、市場みたいな感じかな。まあ、ちょっと行ってみましょう。いい建物だな。ここはね、卸じゃなくて、まあ、小売ですね。小売。パキスタンカラー。パキスタンカラー。建物がね、基本的にはレンガ。ゆっくりで茶色でね、まあいい味出してます。もう一回ね、パキスタンのことを話しましょう。人口はね、2億3000万人ぐらいいて、日本よりね、1億人ぐらい多い国みたいです。で、まあ最近ね、僕が気にしてる、平均寿命は、日本はね、86歳ぐらいかな、6歳ぐらいかなに対して、3歳かなに対して、こっちはね65、6歳ということで20年、違います。あと平均、年齢に関しては日本は45、6歳ですけど、こちらは24歳ぐらいということで、4歳ぐらい、あ、じゃあ20歳ぐらいね、生まれた時点でね、あの寿命、あ、違う違う、平均の年齢が違うということで、まあ全体的に若い人たちが多いということに、なるでしょう。で、モスリム、イスラム教の人が多いのでね、肌の露出を控えるということで、ほとんどの人は、
長いねあれを着てます。で女性も、男性もねショートパンツ履いてる人は、ほぼいないです。で、あとはねもともとね同じインド帝国でパキスタンとインドに分かれたという背景が、あります。もともとね危ないというねイスラムだからねもちろん危ないニュースとかねいっぱいあったんで当然ですけど、ニュースのとね想像はねやっぱり何でも違って報道と、リアルはね毎回違うのと一緒で、実際はね本当にみんな親切心に、溢れてます。これね3ピースで3ピースで2000なので1個が1500ということで1個が750円ぐらいのドレスだみたいです。ここはねちょっとゆっくりしてるのでね少し安心。でね、なんか思ったよりいろんなとこ動画撮っても誰も何も言わないなっていう実感があります。女性に関してはあまりねカメラ撮ってはいけないというふうに、なってますけど、ちょっとスポーツショップ行ってみましょう。スポーツショップ。ハロー。バドミントンラケットがあるな。バドミントンラケット。バドミントン。シャトルがね結構あるんだ。1 pair, 1 single piece. 1 pair, 2 piece, 1 piece.Oh, yeah. I just looking. I used to play badminton in national, international play. International. Yeah, yeah. Oh, your next. Made in Japan. How much is this? 1500. One pair. One pair? Fifth. Fifth. One pair, 1,500. Okay.2つで750円とか。これはねめちゃくちゃ安いやつですね。ハイクオリティ。How much? 2000. 3000. 1500円とか。OK. Thank you. This cricket for cricket. Cricket.Thank you. Thank you. Good job.2つのねペアで高いラケットで1500円ですね。一応ね昔インターナショナルコンペティション出てたり言ってますけど全く伝わってない。面白いですね。これはね、風物詩みたいなもんだよね、こういう途上国のね。おー、ナイスファッション。
さらにディープなところへ。足がだいぶ痛くなってきた。はい、まあ本当にね、世界はもういろいろありますよ。危ない。うん、で特にね思うのは、世界に行くとね、陸でつながってるんですね、国境が。アフリカもそうだし、ヨーロッパもそうだし、まあ、いろんなとこはね、国境がこのただの線でねつながってるので、まあやっぱり揉めやすいだろうなって思いますよね。日本はその点海でね、海、まあ、島ですよね、島なので、海外に行くときはね常に飛行機とか船で行くので、感覚がねだいぶ違うよね。あ来てるやないかい。どうも内藤さんです。サックス奏者内藤さんです。僕のスタジオです。おっ、おお、すげえ。初公開だと思います、多分。俺初めて見たよ、サックスね。本当有名なサックス奏者っていうのは聞いてますけど、初めて。ちょっともう一回見せてください、サックス。はい。わあ、なんかすげえ。かっこいいね、なんか。かっこいいでしょ。逆にこう、なんかこう、なんかこう、ヴィンテージっぽく、なんかこう、なんかなってるとこ余計かっこいいね。あ、ヴィンテージです。あ、そうなん？そうなん？1960年代です。マジ？マジです。やば。ちょっと一瞬弾いてくれません？一瞬、プロなのでお金やらないと。一瞬ちょっと一瞬待ってくださいね。うん、準備しますね。プロだからさ、本当はプロだからさ、お金払わないといけないんだけどさ。お、アルトですか？真夜中に無茶ぶり無茶ぶり。今ね、アルトですかっていう質問が来ましたよ、専門用。テナサックス。あ、やばい、ブラックアウトした。ブラックアウト来ました。おはようございます。最後の朝です。プリとね言われるこれにいろいろカレー系のせていました。豆系、芋、キーマチキン、美味しそう。そしてこのパンでねつけて食べる。うん、何より随分薄い。なんかこう
日本にありますよね、こう揚げてあるお菓子、あれがあれがちょっとやばくなった感じだね。これなんだこれ、うん、うわ、なんだこれ、これはなんていう野菜でしょう。うわ、うまいな。うますぎる。ああ、もっと美味しいもの食べてよかったな。後悔するな。帰る日になってなんか。パキスタン料理に目覚めてきた。うん。さていうかね、ボタンを押したら出てくるやつですけど、コーヒーだけと思ってたらチャイがありました。見せましょう。こっち来ればね、チャイですよ。皆さんね、街中でこの一杯をね飲んでますよ。みんなこのコーヒー、紙のカップとかじゃなくて。うまいな。ガイドの人にね、おすすめしてもらった、ランチ食べに来ました。もうね、どこ見てもね、見どころたくさんって感じだね。
どこを見てもね見応えがあるよね本当に。あー全部写真撮りたくなる。おしゃれだね、おしゃれ。Full straight。わあ、なんだよこれ。なんだよこれ。ところがあったとはな。うわーこれは知っときゃよかったな。はい、yeah. うん、Now open? Now open? Wow. Okay, okay.教えてもらったな。
残念ながらね、これね閉店状態にはなってると思いますけど、場所的にはこれはやばいよ、ガチヤバだよ、ガチヤバ、やば、これはやべえとこ見つけた。やべえ。やばいとこ見つけたぞこれ。あそこにね、モスクが見えてます。わあ、What a view。 わー、これはすごいね。Welcome to Pakistan. 日本語、日本語。Please speak Japanese. こんにちは。こんにちは。さん。I'm glad to hear. ようこそ、パキスタンね。Why can you speak Japanese? I like Japanese language. Really? Wow, I'm glad to hear that. Really? Yeah, friendly, helpful. Yeah. I want to stay one more night. Hello. Hello. Video. Smile, nice smile. Are you okay? Yeah. Okay. Wow, nice. How old are you? How old are you? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oh, 日本車。どこ見てても飽きないね。飽きないね。いいね。
は地震でも来たら一発だよな。本当にね、あの海外入れどいけどめちゃくちゃね安全ですよ。本当にあのピックポケットね盗っ人も本当ねいないですよこれで。騙してねお金を取ろうという人もマジでいないです。でタクシーとかもねお釣りをねマジで1ルピー単位でねあのちゃんと返そうとする。もう普通ね1ルピーでも10ルピーでもねあのねあのマックス寝ようとしてくるんですけど本当ね1ルピー単位でね返してきますよ。素晴らしい本当に。ね楽しいねいいね。 Hello How are you? Hi, I'm good. Hello, how are you? I'm George Nehmer. George Nehmer. You are your name?建物がね、おしゃれなんだよね。建物がね、おしゃれすぎだろ、これ。なんだこのデザイン。向こうにはね、モスクが見えてます。なんて書いてあるのかわかりません。明らかにね、こんな格好してたら誰か、なんかね、こうエイリアンだよね、エイリアン。路上とこやいいね。おーデコトラデコトラ。結構ねこっちはこんな感じでデコレーションしてますね。デコレーションもっとねすごいやつあるけど昔ねここは、売春婦街だったと聞いております。今はね楽器が売っている程度ですけど昔はね売春婦宿、まあ、結構栄えたらしいですね。結構クラシカルなおしゃれなねなんか建物ですね。これ今ミント頼んだけどちょっとね氷が気になります。サイチロ私は日本友達日本人サイチロサイチロ from Japan 大阪大阪 yeah wow yeah he used to come now, here now is he 大阪 I'm already called Uber taxi Uber taxi yeah yeah too many my number
ールインターナショナルエアポート、ちょっとねこれなかなかね世界でもないぐらい、まあ、外あの遠くから見るとね余計綺麗く見えましたけど、本当に美しいねインターナショナルエアポートです。はい、それではパキスタン最後の夜というかもうすぐ出発です。3時間前、来る前はねテロとかあって、まあ一時はね結構本当にキャンセルしたがいいのかなとか内心思ってましたけど、まあ最高なパキスタン、パキスタンのこと好きになりました。また来ます。次はフンザ。最後はパキスタンのスイーツでお別れしましょう。最後に謎のミルク、謎のミルクを飲みましょう。やばい系、これはやばいね、固まってるね。これはねお店の人がね今横で俺のことずっと見てるから吐き出さんけど、見てなかったら吐き出してます。ではパキスタン本当にお世話になりました。5日間、ね、結構ね日本化するとイメージが悪いパキスタンですけど、パキスタンめちゃくちゃ好きになりました。やっぱりね何でも真実を確かめることが大事だね。イメージと真実は違うということが改めて分かりました。これから先も世界の真実を伝えていきます。48歳世界を旅するルイフでした。人生は絶対に変えられる。ルイフズハッピーライフチャンネル。